川内営業所仙台市交通局川内営業所は、宮城県仙台市青葉区荒牧三巨沢市にある仙台市交通局自動車部の営業所。参加に、白沢出張所を置く。校内は営業所庁舎と整備工場、給油施設、洗浄施設、車庫、バス停留所を設置する。営業所イラストマークは鶏。り。管理下にある出張所として、 白沢出張所がある。七北大営業所の開設後、市電の倉庫だった北仙台に車庫を持っていたが、この車庫用地に仙台北警察署が建設されることになったため、荒牧屋座三居沢の動物公園跡地の一部を利用して設置された。なお、残りの動物公園跡地は三居沢交通公園となっている。川内営業所前バス停が設置されるまでは、 交通公園前バス停は、川内営業所もよりのバス停だった。仙台市西部の川内、国見、愛子方面と北山、市平町循環を事業範囲としている。2001年3月まで定期観光バスや、貸切バスを担当していたほか、2007年3月の廃止まで、エアポートリムジンバスを担当していた。出入国系統は、 赤坂方面から朝に数本あるのみで、基本的にはないに等しいが、営業所が川内三居沢交通公園の隣にあり、周辺も大崎八幡宮や各種学校に囲まれているため、交通公園線と八幡町線の2つの系統が設定されている。もともとこの2路線は、交通公園前、大崎八幡宮前を終点としており、 川内営業所は7期ただ出張所同様独自のバス停を持っていなかったが、199X 年にバス停が設定され、それぞれ営業所前まで延伸した。そのため、方向幕時代は、川内営業所延伸後もしばらく、交通公園、八幡町と書かれていたが、方向幕時代末期になって、交通公園、川内と改められた。なお、 交通公園循環は一度廃止されたが2000年代に復活し現在に至る。なお、今も昔も川内営業所を通過している。配置車両は主に、伊須津と三菱。白沢出張所主管路線。川内営業所担当便はごく少数である。X870、875、876系統は、 実沢営業所単独の運用。霞の目営業所と共感。川内営業所が担当するのは朝晩に設定されている、川内営業所中野新町間の便を呼び陸前、高砂駅中野新町間だけである。東日本大震災による、被災のため中野新町加盟間運休、六号公園住宅前まで運行。二千十五年十二月六日に、六号。 公園住宅前を正式に終点とし、うちの区間のバス停を廃止。2016年10月1日、6号、公園仮設住宅の廃止に伴い、帰終点を中野新町に変更。ありがとうございます。